ウォルター・ブルーニングは、アメリカ人の長寿の男性。114年と205日間生き、2009年7月18日から、亡くなるまで、男性長寿世界一であった。女性を含めても、1896年7月9日、生まれのマリア・ゴメス・バレンチンと1896年8月26日生まれの、ベシー・クーパーに次ぐ存命する3番目の長寿者であった。 また男性として、史上5番目の長寿記録を持つ人物であり、アメリカの男性としては、史上3番目に長く生きた人物である。ウォルター・ブルーニング、一番上の列、左第2番目、1907年10月。彼は、第一次世界大戦の時兵役を申し込んだが、呼び出されることはなかったという、グレート、ノーザン鉄道の鉄道員として働いていた。 第二次世界大戦が勃発した時、彼はすでに高齢だったため徴兵されることはなかった。一日二回の食事を少なめにとることを長寿の秘訣としていた。彼は2011年3月に入院するまで非常に健康であったという。2011年4月14日、老衰のため、モンタナ州の高齢者施設で死去した。なお、アメリカ人の男性としては、 最後の19世紀生まれの人物だった。彼は秘密結社フリーメイソンのメンバーであった。a b g 事 c o m 世界最高齢男性が死去イコールトップは、京都府の木村さんに、ハットワルター・ブルニング、ワールズ・オルディスト・マン、大図院、モンタナ・アット・エイジ114、京都の木村次郎衛門さん、男性世界最高齢に113歳。朝日 .com オリジナルの2011年4月18日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 1 0 4 1 8 1 4 1 3 4 0 h t t p w w w a s a c h i c o m n a t i o n a l u p d a t e 0 4 1 5 t k y 2 0 1 1 0 4 1 5 0 5 4 2 h t m l ワールズオ l d e s t m o n e y s a b r o メイソンズ・オブ・カリー・ホールニア2016年10月30日、閲覧、ありがとうございます。